イルド・フランス地域圏、バルド・マルヌ圏のコミューン。パリ郊外の南東約3キロメートルのところにある、マルヌ川の南岸に位置する。北を A4、南を A86 といった主要道が通るため、イルド・フランス内の移動が非常にしやすい。18世紀のカッシーニ地図に描かれたメゾンアルフ地名は、マルヌ川とセーヌ川の合流地点に最初に住んだ人々と事実上つながりがあり、 時を経て変わっていった。コミューンの名であるメゾンは複数形であるレメイズンの一部であり、これはかつてのローマ街道沿いにあった休憩所マンシオに由来する。アルフォートとはコミューンの中にあった村ヘアーファートが原型である。このヘアーファートとはヘリフォード司教ピーター・オブ・エグブランチがこの地に所領を持っていたことにちなむ。ヘアーファートとは ヘアーフォードのフランス語系である。時が経つにつれ名前は変化し、1612年にはハルファートとなり18世紀以降アルフォートとなった。1994年、メゾンアルフで旧石器時代、新石器時代の遺物の湿度が見られた。マルネ川に一帯では墓地や巨石記念物が見つかっている。 988年の検証の中で、マンチオネスという名の村の記述が見られる。この検証では、ユーグカペーがマンチオネスの土地を、サンモールイコールデイコールフォッセの修道院へ寄進する内容が書かれていた。これにより4年後の992年、ローマ教皇ヨハネス15世は、アクリーズムマンシャナブスという教会を建てた。シャラントンの橋に近いメゾンアルフは、百年戦争。 ユグノー戦争で戦場となった。この時代のメゾンアルフ住民の暮らしについてははっきりとわかっていない。1814年3月、アルフォール獣医学校がメゾンアルフの軍事キャンプ内へ移転した。半ば軍人としての教育も受けていた学生たちは、敵がシャラントン橋を狙えば、その防衛に駆り出されていた。1885年4月、 メゾンアルフの面積約4割を占める部分が分離され、アルフォールビルとなった。1988年6月27日夕方に発生したパリのリヨン駅での列車衝突事故は死者56人、負傷者57人を出す惨事となった。メゾンアルフを経由して、ムランとの間を走る通勤列車と衝突したため、電車の運転手を含む大勢の犠牲者が、 メゾンアルフの住民であった。メゾンアルフは一般に開放されている緑地が34ヘクタールある。歩行者道が丸のー沿い4キロメートルにわたって続く。メゾンアルフは2006年度の花の町コンクールで花4つを獲得している。ありがとうございます。